はい、皆さんどうも、アメリカロサンゼルスにいます鉄です。今日は、日曜日、家族でお出かけしてですね、まずは、このハーバーフレイトツールスという日曜大工品のお店によってですね、用事をちょっと済ませてですね、ここからこれ通りはね、アルテージアという通りです。で、ここはねガーデナトーレンスエリアでですね、もう一つ隣はレドンドビーチという町になっております。そしてですね、この先をですね、ここはね U ターンしないと左折は禁止でできなかったのでですね、 U ターンをします。で、東から西へ向かってどんどん来ますからね。右はボブテールのトラックがね止まってましたね。で、海の方へ向かっていきます。で、西の方がですね、レドンドビーチとハモサビーチの方向へ向かっていますね。で、この通りが今ねアルテーシアというオンアルテーシアで今ホーソンブルワードを越えました。西へ向かっております。はい、そしてね、この街の様子を撮るのにあたってですね、右前方にトーレンスの、シティのバスが通ってましたので、ちょうどちょっとね、映すのに邪魔だったのでですね、トーレンスのこのバスがね、先にかなり行ってからと思ったんですけど、追い抜けたらと思いながらね、でバスの後ろに着きましたね。っていうのは右の方のお店が映らなかったのでね、あまりね良くないですからね、映らなくて、で右の方の様子を、撮りたかったのでですね、右手の方に入りましたね、右車線の方に。で、まあこの先にね、行くとですね、このバスがね右の方で止まり、停車しますので、その瞬間にね、そしたらこの左側にですね、なんか改造車のような変わった車がね、この左ですね走ってたんですね。で、これ横から見るとトヨタのクラウンみたいな、これトヨタっぽいなぁと思って、トヨタのなんかねクレシーだか、要はマーク2か何かを改造した車なんだろうなと思ったんですね。おそらくだと思いますけど、まあ変わったのがちょうどね左をね走りましたね。一応高級車っぽく、日本車改造して高級車にしたような変わったの車でしたね。で、これ西に向かって海の方へ向かっておりますね。で、ここがレドンドビーチという町のアルテシアの通り沿いです。結構この両サイドにですね、
いろんなお店があったりホテルがあったりね、まあこの辺ではちょっとしたまあ繁華街といいますかね、メイン通りですね。レストランが結構多いですこの通りね。でここの先を越えるとですね、これ、今アビエーションという通りを越えました。はい、そしてこの先にですね、右手にマクドナルドがありますので、ちょっと立ち寄ってね、コーヒー休憩に立ち寄ります。そして前方に見えますのが、青いのがですね、こう海です。でこれがです、坂をね下ってるようになってますのでね、で海の先が見えて、このマクドナルドでちょっとコーヒー休憩に入りました。はい、ここでしばし休憩で取ります。で入りましたらね、マクドナルドも結構花とか置いてたりしてね、おしゃれなことしますよね。で、ね、このコーヒーをね、アイスコーヒーは、まあ、いつもよく飲むんですけど、コーヒーを飲みながらちょっとゆっくり家族とですね、いろいろこの先どうしようかとかね、いろいろ軽い相談計画をですね考えながら。コーヒータイムでしたね。で、さらにね、進んでいきまして、そうですね、一旦また反対方向に戻った後にですね、アビエーションの方から今度はレドンドビーチに行こうかということになってですね、そしてついでに、今三菱の方に入ってから2週間経ちましたので、家族にもちょっとね自分の仕事場の、場所なんかちょっと見せてあげたいなと思ったのでですね、でこのアルテイシアのとこから今ですね、右の方にこのアビエーションを曲がってですね、南下して海のレドンドビーチのキングハーバーの方に向かっていこうということになりました。でこれがですね、南西の方に向かっている道なんですね、今ね、アビエーションを。そしてその先、T 路地なところが PCHS パシフィックコーストハイウェイに向かっていきますね。これ必殺しようと思ったんですけど、やっぱりやめたんですね。でこの先行くとね、 PCH の方に入っていきます。
ですね、この先左コーナー曲がっていって、その先がクロスしたこの T のとこがですね、 T ロジック先が、これが PCH です。でこれ左折しまして、南下しますね、南に向かっております。でこの PCH を向かって、レドンビーチ、今ハモサビーチですね、ここはハモサビーチの町の中の PCH です。でこの先越えると、自分の旗歩いてます三菱のレドンドビーチ支店が見えてきますね。この先左です、もうちょいですね。はい、皆さん、左手この黒い看板に三菱マーク、ここが私の仕事場、左手です。今日は日曜日で家族にちょっとこのね場所をお見せしたとこでした。この左手です。まあ関係ないですけど、この前にいるボルボいいですよね、昔のボルボ、僕は好きですね、この形、四角くてね。まあ全体的に形がロールスロイスをちっちゃくしたようなって言いますかね、なんかいいんですよねこのボルボね、昔の、乗ったこともありますけどね、乗り心地がいいですよね。はい、これ左の三菱ですね、私が仕事してるところなんですね、こうね PCH 沿いです、レドンドビーチのすぐ横なんですね。でちょっと様子を見ましたね、一応セールスマンいますからね日曜日ね、メカニックは休みですけどね日曜日はね。でこのね三菱のコーナーを通って、この先はもうちょっとね家路へ向かいました、東の方へ向かってます。これがですねアニタという通りで190ストリートになっていきます。
はい、そして三菱の今日はディーラーの、自分の仕事場の三菱にですね、なぜだかですね、この右手の方に白い三菱 3000GT、 日本では GTO と言ってましたよね。これがね、他にも赤やシルバーやらですね、3、4台なんか止まってたんですね、三菱のディーラーのところに。なんか集まりみたいなことしてたんじゃないかなと思ったんですよね。聞いてなかったんですけどね、そういうの話は、なかったんですが、極秘の集会みたいなものがあったんじゃないかと思うんですよね。この前にいる、三菱の 3000GT も、三菱のディーラーを後にして、なぜかですね、帰宅の方向に向かっているような感じを見受けられたのでですね、あ、この車もしかしたらやっぱりあそこにディーラーの方に、三菱、私のいる三菱、あそこにちょっと集会で集まりがあって、行った帰りなのかなと思ったんですね。この左の白い三菱 3000GT です。これね、バブルの落とし子ですよね。あのバブルの時に日本車がこぞって、ホンダは NSX、 日産は Z や GTR、 そして三菱は GTO 3000GT ですよね。アメリカ名は 3000GT と言いますけど、そしてスバルは SVX というアルシオネの車がありましたね。スポーツカーをですね、各メーカーがこぞってバブルの頃にいろいろとね、やっぱりツートアの高級ツートアを作りましたね、各メーカーはね。そのまさに車ですね、三菱も作りましたね、 3000GT。 あれが最近も高くなってですね、もうレアカーになってきましたのでね。これまた右、今見えましたね、あれソアラですね、ソアラのオープンカーですよ、高級なね、文化サンデーには最高ですよね、やっぱね。ソアラでしたね、あれはね、トヨタの、あ、レクサスですけどね、こちらではね、日本ではトヨタのセル、何ですか、ソアラですけどね、こっちではレクサスの SC430 ですね、あれね、 V8 の 4.3 リッターが乗ってますね、あれね。で、ちょうど家族で、じゃあ俺ちょっとね、メモをいろいろと買い物したいということがあってですね、フードが足りないということで、食料が足りないということでですね、ウォルマートの、このネイバーフードストアっていうんですけど、ウォルマートに、寄ってちょっと買い出しにね行くこととなりましたので、帰りがけに寄りました。でウォルマートに入ってですね、いろいろちょっと買い物をね、食料品などをね買おうと思いましてね、ちょっと家族で近所のウォルマートの食料専門店のウォルマートです、でここに寄りました。そしたらここの中はこんな様子ですね。で青いベストを着ているのがウォルマートの店員さんです。青いベスト、ウォルマートの専門のベストをね着てますね。でこれ野菜コーナー、フルーツコーナーですね。これはフルーツジュースですね、美味しいフルーツジュース、これ私も好きですね、この辺の健康的なフルーツジュース美味しいですね。
はい、そして、自宅へ戻りですね、今日は、私が夕食を作るということになってですね、今日はタコスにしたかったのでですね、私がこれ、豚肉とオニオン、玉ねぎにピーマン入れてですね、でこれシラントルにカッサルサ作ってですね、こういうメキシカンタコスをね、私は作りました。いやー、美味しかったですね。